こんにちは。こんにちは。本日は3人のママさんにお越しいただきました。玉城果歩さんです。皆さんこんにちは、玉城果歩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき何て言いました？3人の3人のママさん。マジですか？とてもそうは見えないですよね。見えないというかびっくりですよ。そうですね。本当なんですよね。はい。うわー、これはとんでもない回ですね。そうなんですよ。お子さんいらっしゃるとのことなんですけど、はい、授業と の二刀流って大変じゃないですか？いやー、でも世の中今共働きが主流になってると思うので、うん、私はそうは思わない。いやいやいや、そうですよね。すまない感じがしますけどね。OL と主婦の二刀流とまた違う。そうですよね。いや確かに働きながらね、子育てってのはあるんですけど、なかなか今聞いたことなかったもんで。どうですか、宮本さん、ご自身が今こう、はい、お仕事しながら子育て。いやいや、もうとんでもないですよ。まあ私犬2匹いるんですけど、犬2匹育てるのですら大変なのには、まあね、お子さん何人なんか。確かに育てるっていう意味では大変ですよね。そうですよね。あ、そうですか。ご主人ってお仕事のことご存知なんですか？知っております。そうなんですね。なんか知ってれば知ってるでまたなんかエロいですよね。なんかわかんないですけど。あ、ご主人がご存知の中で、はい、やられてるっていうと、でそれを見てる自分と、またちょっとなんかエロい感じの、すみません。そうです。どっちに聞くのもエロいんですけど。あ、そうですか。ご主人との出会いは何だったんですか？あ、もう今風なんですけれども、オンラインゲームで荒野行動で出会いました。すげえ。たまに聞くよね、荒野行動で。荒野行動、そんな出会いあるんですか？そんな出会うゲームなんですか？だって喋りながらやったりしますもんね。そうそうそう。もちろんあれですよ、顔は見れない、はい、けど声はやっぱ通話と同じような感覚でできるので。だからね、意気投合したりしやすいですもんね。そうそうそう、同じ目的のためにやってる。そうなんですよ、共通のゲームですよね。そうです、そうです。いや、打つゲームは別に関係ないでしょ。打つだからね。スイッチ全開じゃないですか。そんなに今君のこと見てるよ。打っちゃおうかな、君のことなんて。そんなゲームでも盛り上がらないでしょ。言葉が達者になるかもしれないですね。あ、なるほど。あ、そこから一緒に遊んだりするようになって。そうです、そうです。荒野行動が出会いなんてあるんだね。すごい、考えられない。荒野行動がなければ出会うことがなかった人たちがいっぱいいますもんね。はい、その中にじゃあ運命の方がいらっしゃったってことですね。そうです。すげえよな、本当に。玉城さんの初体験をお伺いしたいんですけど、おいくつの時ですか？はい、はい、小学校6年生です。小学校6年生小6で何するんですかっていうか、どうやってその流れになるの？いや、挑発し合いながら、なんかお互いにこう挑発し合いの挑発、何、そのラップバトルみたいな感じで？ではなくて、へいへい、触ってこねえのかみたいな。そんな感じで挑発しちゃうってこと？とはちょっと違うんですけど。絶対違いますよ。どういう挑発なんですか、それ？なんでしょう、まあ、若気の至りと言いますか。若すぎるけど。若すぎるけどね。なんだそれ。なんかあれじゃないですか、こう性にちょっと敏感になりだす時期というのがあって、その時になんか、え、ああいうのもできないの、こういうのもできないのみたいな、お互いになんか挑発。あ、そんなことはした覚えないんですけど。なんかおっぱい見たことあるっつって、あるよそんなのみたいな、そういう。握ったことあるのみたいな。握ったことあるのみたいな。進んでんな。すごい。なんであるよって答えたんですか、その時。そう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 、あるよっつって。やっぱそこで負けたくないんですか。そう、なんでしょうね。ないけどあるよっていう。そう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 。え、じゃあ握ってみろよみたいなことですか。そうです。お互いに。お互いに。まあ確かにシチュエーションとしては羨ましい感じはしてきますけどね。そうですか。そうですよ、なんか、今度そうですかもおかしい。なんで急にはしご外すんですか。なんで自分がやってきたことなんで急にはしご外す。ね、こっちが乗ったら急にはしご外す感じが。いや、でも今思うとやっぱりちょっとやっちゃったなって思いますね。オンライン診療はウエストクリニックへ。私自身も性の目覚めが早くて、
3歳で一人組手を始めて3歳3歳ですか。物心ついてないでしょ、ね、そうなんですよ、まあ、分からないなりなんですけど、まあ、今思い返すと随分まずいことしたなって思いながら。さすがにあの、ね、あのDVD で見るような本格的なやつではないですよね。あ、ではないです、うん、ないです、はい、まあ、親戚の男の子のね、あの お尻の穴にもね、ボンとか突っ込んでりしてやる側なんですね。そうそう、いや違う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 、やる側なんですね、もう違うんですよ。普通はなんか性の目覚めってなんかクッションをなんかお股に挟んじゃったとかそういうんじゃないんですね。親戚の子のお尻に綿棒を挟んでから急に なんか来たんですか。いやっていうよりかは多分私自身に例えたと思うんですよ。入れることってどういうことなのかなとか。3歳で哲学チックなところから始まったんですね。そうそうそう、入るとはなんだ、入れるとはなんだで。そう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 、すげえ話だな。はい、保育園の同級生のお尻の開発を教えたり。保育園の同級生のお尻の開発。はい、え、何で開発するんですか。え、このあの綿棒。また綿棒ですか。家から結構持ってってたんですか、綿棒。あの、でもリビングとかに置かれてるじゃないですか、はい、でなんか気になるじゃないですか、このなんか太さと長さってどれぐらい入るんだろうみたいな。へじゃないよ。すごい、だからその同級生もよくわからないまま開発されてね。今どうなってんだろう。待って、今だって大問題になってる。そうですよね。あの静岡で保育園どころの話じゃないです、その市の。保育士がやったら問題だけど、同級生がやった場合はどうなるんでしょうね。どうなんでしょうね。ねえ、昔からあったってことだね。昔からあって。初体験の後はどうなっていたんですか。まあ、中学では伝説のやりになりまして。そりゃそうですよね。まあ今更驚きもしないというか。そう、まあ、地元では知らない人も、あ、知らない人がいないくらい有名でした。どのぐらいのあれなんですか。やりたい人は大体友達みたいな。悪そうなやつは大体友達みたいな言い方しましたけど。そんな感じで、はい、じゃあもうだって結構みんなからお声かけられるんですか。そうですね、もうどのくらいの方と合体されたんですか。数えたことはないんですけど、義務教育期間中には3桁は超えてたと思います。3桁って3桁、はい、だってそういうことでしょ。うん、百人ですよね。そうですね。で、中学の3年間ででしょ。すごい、すげえな。だって365日で1年間だもんね。はい、だからもう3日に1回ぐらいやってみない。そういうことになりますよね。っていうよりかは、なんか1日になんか、なんバトルロワイヤル。すげえなー。1日に。もう食べてたところ詐欺じゃないよね。3試合、4試合。そう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 。すごいな。すげえ、ね。それだと高校になったら1000人とか行ったりするんですか。いやー、でも高校は1人だけです。なんで？え？何があったの？でも中学でね、ちょっと噂が、ね、噂なだけに先生にも知られちゃって。先生に知られるってことはご両親とかご家族の方にも知られちゃうしね。そうです、そうです。それでまあ泣きながら、初めてこう女性の先生だったんですけど、抱きしめられながら泣かれて、そこから自分を見つめ返しました。その先生は なんて大事にしなさいみたいな感じで。羨ましいじゃないですよね、その先生。私なんか全然なのにみたいな。なんか自分を大事にしなさいみたいな、ね、ね、感じで。なるほど。その一言でもう変わったんだ。そうですね。急に一人ってね。いや、これ大変なことが起きてるな。高校時代お一人と付き合ってたということなんですけれども、はい、その後はどうですか。はい、その後は好意を持ってくれた男性がいたんですけれども、まあそこでもしでかしてしまいまして。怖いよ。もう聞くのか。もう何が来るか分かんないよ。ドキドキするわ。
そう、音信不通になってしまった人がいるんですけれども、はいはい、まあ、私が、まあ、20歳ぐらいなんですけどね、20歳の時居酒屋でバイトしておりまして、はいはい、その時にお祝いをしてもらったんですよね、20歳の誕生日ということで、はい、で、まあ、泡盛でもいろんなお酒もそこでたくさん飲んでて、うん、酔っ払ってしまって、うん、でバイト先で好意を持ってる、私に対して好意を持ってくださってる男性が、まあ私を家まで送ってくれてたんですけど、うんうん、そこでまあパンツを下ろして本気してしまいました。あ、でもなんか今までの話に比べたら結構聞ける感じ。